はい、酒好きな元新潟人の飲酒とかです。今回は、生ビールですね。ダルグナーゴールドラガー。ダルグナーゴールドラガー。という、値段が確か300円、あ、200円か。200円で、ね、なんか売ってました。ドイツ産麦芽 100% 使用、ドイツ産ラガービール。アルコール度数 5.9% と高めですね。原材料が麦芽とホップ。原産国が、ドイツ。ダルグナーゴールドラガー。ダルグナーゴールドラガーは、ドイツ産麦芽を 100% 使用して作られたビールです。だって。このなんか外国産っていうか、なんて言うんだろうな、外国のビールらしい、このなんだろう、このなんかあのなんか金属っぽいっていうか、なんだっけ、あの、金属を舐めてる時の味みたいなのがすんねん。金属っていうか、なんか銅っぽい、なんか、10円玉の香りがする。そう、それだ。10円玉の、あの、香り。10円玉を舐めた時に、あの、の味がする。これがどうにもね、たまにこういうのあるんですよ。缶の、あの、知らんメーカーの、あのドイツさんとか歌ってるやつ。だいたいこういう味すんねん。なんか10円玉の味みたいな。ダルグナーゴールドラガインスタグラムに投稿されてますね。ダルグ。あ、そこら辺のこれスーパーで売ってました。200円。なんかドイツのビールっていうよりは、外国のアメリカンっぽい、あのアメリカのさ、飲み物ってさ、だいたいこういうさ、変則な味するじゃないですか。それに似てるんだよな。美味しくないですね。うん、この10円玉みたいな香りがするのや、どうですね。10円玉って銅ですから。銅でできてる。銅の香りがするんだよな。これなんでなんだ。それがわからへん。このさ、スチール缶じゃない、これアルミ缶かな。これがさ、色がさ、茶色いからこれ銅で作られてるとかじゃないよね。もしかしてね。あ、ちゃんとアルミって書いてあるわ。
じゃあ何なんだろうな。なんか変な味するんだよな。アルコール度数 5.9% ってなってるけど、全然あれだよね。うん。そんなに感じないですね。まあ、これはあんまうまくないな。香りがやっぱり、よろしくない。ドイツのビールだったらやっぱペールエールとかがいいよね。できることならペールエールとかさ、がいいですけど、僕は、3242です。ご視聴ありがとうございました。